おはようございます。今日の全国の天気をお伝えします。まずは皆さんからいただいたウェザーリポートを見ていきます。鹿児島県枕崎市の方からはこちらのお写真をいただいています。現在もすでにもう雨が降り出しているようですね。この後のお天気もしっかり見ていきましょう。それではアイコンでお伝えしていきます。全国の天気をお伝えします。今日は広いエリアで傘が必須の日となります。現在は九州中四国で雨が降っていますが、この後はだんだんと雨は収まっていく予想です。そして、関東や関東甲信では降っている雨がだんだんと雪へ変わり、山沿いを中心に積雪の恐れがあるのでご注意ください。北日本では晴れてお出かけが楽しめる1日となります。昼間でも寒い体感となりますので暖かくしてお過ごしください。以上、全国の天気をお伝えしました。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。